ゆうひと休みのせーの高校生ラジオ。おはようございます、夕暮れゆうひです。おはようございます、うたたねやすみです。この番組は偶然にも同じ高校同じクラスの私たち2人が皆様に教室の空気をお届けするラジオ番組です。先日はトヨタさん伊藤さん公開録音とミニライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。私たちもね、ちょっとお邪魔させてもらって楽しかったですね。ねえ、やっぱお客さんとの空気感みたいなのいいよね。うん、うん、そでもそんな楽しかったのもつかの間で、なんと出張版は今日でラストです。わー、あっという間だ。寂しいね。寂しいです。でも最後まで楽しくお届けしたいと思います。はい、では最後だけどいつも通りコーナーをお届けしましょう。今時 JK トレンド最前線。今をときめく JK たちは一体どんなものにハマっているのか、 JK の間で流行っているものを調査していくコーナーです。毎回一つ流行っているものにフォーカスを当てて2人で最新のトレンドを知っていきます。では今回のトレンド調査テーマを発表しましょう。テーマはこちらです。ピクシス。今回は今時の JK はもちろんのこと、そうでない人もハマること確実な声優ユニットピクシスのお二人それぞれに関するクイズが出題されるので答えていき、最終的に正解数が多かった方の勝利となります。なるほど。うん、箱番組をやらせてもらっている身としては私たちは絶対に間違えられないね。そうですね、大先輩ですし。うん、でも過去のブログに書かれている内容とかから出題されるらしいです。大丈夫？大丈夫ですか？こういうのって。でもあんまりさ、やっぱりピクシスさんもあんまなんか嬉しくないんじゃないかなって思って。まあでも昔のブログとかってさ、やっぱあんま見られたくないもんなんじゃないの？どうしたの、やっちゃんって思うんだけど。何か心当たりがあるの？うん、私は全然ないんだけど、ピクシスさんたちの気持ちを考えるとやめた方がいいかなって思ったんだよね。うん、でもほら、更新されるたびに我々チェックしてるし、いけるんじゃないかな。そうだね。では挑戦していきましょう。最初の問題はこちら。伊藤美久さんが更新した自身のブログの最初の記事で一番最後に書かれている言葉は何でしょう。え、一番、だから美久さんが一番最初に書いた記事の一番最後の言葉。はい、ちょっと分かっちゃったかも。でもこれ私も分かってるから、ちょっとゆうちゃんに言ってほしいな。いいですか？うん、多分だけど、ミック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 。知ってた知ってた。私も知ってたよ。知ってた。顔文字ね。顔文字もね、うん、ついてたよね。答えね、ミックミク。ウインクしてる顔文字とハートがついてるね。はいはいはい、はい。はい、こちらは伊藤美え、ちゃんと読んでよ。え、読んでるよ。やっちゃん、ちゃんと読んで。伊藤美久さんのオフィシャルブログの、2013年7月6日、皆さんこんにちはという、記事でした。確かに、今の伊藤さんと比べるとなんか、イメージないね。確かにこう、ちょっとね、今は違う感じで書いてるもんね。ミックだけだもんね。そうだね、ミックミクだもんね。ゆうちゃんどうしたの？ゆうちゃん先輩のやつ笑っちゃダメじゃん。かわいいなと思って。うん、そうだよね、かわいいよね。やっぱそ、ね、その時の伊藤さんもかわいいなってね。問題。ピクシスパーティー2015みんなと作る宝石箱のタイトルが決まったことを報告するブログで、トヨタ萌さんはPS 秘宝に続けてある秘宝を書いています。それは何？え、秘宝？秘宝？秘宝？でも秘宝を書く感じじゃないよね、報告する。嬉しいブログの記事だもんね。すごい嬉しい記事なのに秘宝報告するって。急に思い出しちゃったのかな。トヨタさんどうしたんだろう。え、秘宝まざとい？え、なんだろう。なんだろう。はい、自転車乗ってたら口の中に虫が入った。もうちょっと可愛い？
あ、わかった。今の可愛くない。トヨタ萌え、お腹が空いたのだ。え、近くなりました。お、秘宝。トヨタさんが考える秘宝、ここ1週間。あ、はい、体重が増えた。ここ1週間、いちご食べてません。秘宝。あ、近い。やべえやつ。あ、ちょっと、あの、先輩だからね、ゆうちゃん。ごめん、ごめんね。もうちょっとトヨタさんに寄っている。ここ1週間、ラーメン食べてない。あ、すごい。ほんとだ。ここ1週間、家系ラーメンを食べられていません。2015年。あ、そっか、ちょうどハマってたね、確かに。すごい、なんか伊藤さんをよく連行してるって言ってた気がする。うん、そうだね、なんか見たような気がするね、ライブ後とかね。うんうん。じゃあ続いての問題です。伊藤美久さんは23歳になったことを報告するブログで、23歳はほにゃららららら女性を目指して頑張りますよと書いていますが、空欄に入る言葉は？これはすごく最近の。最近だね。最近の。23歳だからね。なったばっかだ。うん。当たるかも。お、言っちゃって。余裕のある女性。品があって。違うの？知性があって。え？落ち着きがあって。あ、すごい、ゆうちゃん。伊藤さんのことよくわかってるね。伊藤さんのブログよく読んでるから。答え、落ち着きがあって生活に余裕のあるでした。いや、伊藤美久オフィシャルブログ、2019年、23歳になったよっていう。なったよ、落ち着き、あったかな、うん、なったよっていうやつでしたね。ミックミックからは落ち着いたね。じゃあ次行くよ。トヨタ萌さんは2019年最後のブログで、個人的な反省や課題はもちろんあるけれど、今年は改めてほにゃららほにゃららほにゃららと実感した1年でしたと記載していますが、空欄に入る言葉は？これ恥ずかしいやつじゃない？そうなの？でもこれシンプルよ、すごいシンプル。ちょっと当ててみてよ。あ、わかった。改めてみんなに愛されてるなと実感した1年でした。もうちょっと恥ずかしい？恥ずかしい。いや、わかんない。私、なんだろう、シンプルに。シンプルに？あ、シンプルにが入ってるんだ。シンプルにが入ってるじゃないかな。今年は改めてシンプルに成長したなと実感した1年でした。まあでもちょっと近いのかな。私ほら、シンプルにトヨタさんファンだからすごいよ、わかるんだ、これ。なんだろう。で、感動したの、私このブログ読んで。自分こう、あ、いいなって思ったんだ、ゆうちゃんが。憧れるなって。あんまり言わなそうだけど、かっこよくて恥ずかしいことは。トヨタさんは年の締めにちょっと恥ずかしいこと言うの。ちょっとキャラじゃないけど、こういうこと思ってるんだよっていう。絶対言わないのに、年の締めだけそういうこと言うの。2018年の締めもなんかそういうこと言ってたと思う。わかった。今年は改めて芝居が好きだなと実感した1年でした。すごい。そういうことだよね、きっとって思った。答え、普段絶対言わないもん。シンプルにお芝居が好きだな、楽しいな、声と実感した1年でした。声。2019年のありがとう。2019年、仕事の流儀っていうやつですね。これは仕事の流儀だよ。あー、なるほどなるほど。いや、これどっちが多く正解できたんだろう。私、はい。あれ、私そんなに正解してませんでしたっけ。ほぼ私、夕暮れ夕日が正解したので、私の、勝利です。おめでとう。ありがとうございます。ということで、今回はピクシスクイズに挑戦しました。 JK も JK じゃない皆さんも勉強になりましたか。以上、今時 JK トレンド最前線でした。Thank you.
ては飛び込むよ Go to hell と書いたパラダイス It's something dangerous, dangerous We like it, serious, serious